さあ皆さん、 iPhone なんですが、残念なことに、リカバリーモードになっちゃうんですね。これがこうなんですが、こういうリカバリーモードですね。わかります？こういうふうにさせてくださいって言ってます。これをすぐそのままリカバリーモードするんではなく、長押し、ここのボタンとここのホームボタンを押して約10秒で、これで戻るかっていうところなんですが、どうでしょう。あれ、本当に消えちゃった。もう一回行きましょう。ここを押してホームを押して再起動です。あー、ダメですね。ということで、こちらの方で接続してみましょう。接続してみます。よいしょ、つなぎました。 iTunes に、おやおや、出てきますね。こちらですね。ちょっとですね、光の反射がありなんですが、 iTunes はリカバリーモードの iPhone を見つけました。 iTunes でご利用になる前にこの iPhone を復元する必要があります。まあ、これは復元する必要があるは OK ですね。で、怖いのがですね、ここなんですよね。ちょっと三脚邪魔だな。これなんですよね。怖いのはこれ。読めますか、これ。もうちょっとこの、難しいな。光が。まあ、しょうがないです。読みますね。お使いの iPhone で問題が発生した場合は、復元をクリックして初期状態の設定に復元することができます。できますじゃなしにさ、してほしくないんですけど。復元はいいんですけども、初期状態に戻るっていうのがですね、気になります。この初期状態ですね、これが気になるんですが、しょうがないです。行ってみたいと思います。皆さん行きます。復元ボタンをクリック。おー、びっくりしますね。お使いの iPhone を工場出荷時の設定に戻してもよろしいですか。メディアやその他データは全て消去され、最新バージョンの iPhone がインストールされます。このプロセスの完了後、アドレスデータ、カレンダー、テキストメッセージ、その他の設定を復元するかどうかを選択できます。ああ、これを聞いてちょっとホッとしました。あ、このメッセージを最初のトップページに出しておいてくれればいいんだよね。そうすればこんなややこしいことを考えなくて済むわけですよ。ちょっとこれキャプチャーしよう、これはね、これを書いといてほしいよね。あー、これあるんだ。この機能があればさ、ここでそんな復元ボタンを覚悟して決めなくてもいいじゃない、ね、よし、復元とアップデートいきましょう。いきました。